なんでホイットニーなの？結婚式かなっていうボディーガードの、ね、じゃあ食べましょうか。いただきます。マッサージ好き。私これすげえでけえ。下行くまでに全部溶けそう。いただきます。シュークリーム行きたいな。いちごが真ん中の層。おいしい。シュークリーム行っていい？おいしい。シュークリームフォークの方がいいんじゃない？大丈夫？ちょっとすぎるぞこれ。やばい、全然おいしい。おいしいよ。なんかこういうサパフェってさ、やっぱ味より量っていうイメージがあるの、うん、東京で食べるんだけど、ここのはおいしい。あ、そう。うん、本当に。おいしい。そう言ってられるのは最初だけかもよ。ヒーヒーしちゃうけん。おいしい。食べないの、まあ、うん、後でゆっくり食べる。話してあげようか。じゃあ、よりとりみどりゾーン。抹茶じゃん。抹茶と生クリームとケーキみたいなのがある。これいけるかな。じゃあいきます。あどう、味は。やばいよね。美味しいでしょ。生クリームうまい。そう、生クリームが美味しいの。ちょっとパサつきな。歯が冷たいでしょ。でこれね、絶対ね、先にフルーツ取っといた方がいいよ。最後にね、合間にフルーツ食べないと。あ、そうかそうか。さっぱり感がなくなっちゃうから、私、取っとくれ。レンジ取っていいよ。で、10分後にもう一回回します。どれぐらい減る？経ったよね。10分経った。今の量こんな感じです。あ、口の中がたっぷり入ってる。まだまだ半分もいってないですね。すげえ。メンズ頑張ってる。メンズメンズ頑張ってます。ヒロのパワープレイ1分間。よーいどん。少ない少ない少ない。もっと食べて、もっともっとすくって、駆け込んで駆け込んで。いや、時間がない。チーン、チーン、一発チーン、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 カンカンカンだよ。さて、立つんだヒロ。あと30秒。榊原選手、まさかの、まさかの、失敗しました。タオル、ゆるタオル投げ込む。投げ込まれました。白いナプキンが投げ込まれました。苦しい。今シュークリーム一気に来た。マジで。ことなんか締めに入ってね。もう辛い。勝手マサイデのパワープレイもやってあげる。辛いよ。来ました。マサイデちょっとお腹やばいんだけど。突っ込んでいいからね、ヒロ、いろいろ。では杉浦さん、ただいまで1分間のチャレンジスタートです。よーい、スタート。入ってへんやないかい。嫌だよ、嫌。うん、うまい、これ。いけ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 。どれぐらい減るかな。セコンドの榊原選手が応援しています。杉浦選手、頑張ってください。うん、うまい。顔はね、幸せそうな顔して食べてますね。うん、辛いよ。おー、行くねー。かっこいいね。そうだね。まさいで、まさいで。そのさ、いちごのさ、シャーベット一気にいって。ちょっといって。はい。いいね、行くね。辛そう、辛そう。すぐに。目が、目が。全然、美味しく食べて、美味しく、美味しく。目が。もうでも頑張りますね。知覚過敏、知覚過敏。まあこんな感じで結構2人のパワープレイで減りましたね。また頑張りましょう。じゃあ次はフルマリナの洗顔。洗顔いいよ。いや、結構減ったよ。減ったよ。減ったけど、まだまだ半分もいってないですね。うん。
福ちゃん、ちょうど半分ぐらいですよね、今多分。いや、行ってないっしょ。半分行ってないね。はい、あ、今は混み合った。はい、はい、じゃあこちらも。いやー、もう限界。はーい。これ帰れませんだったらやばかったね。ね。やばいね。でもこんな感覚なんでしょ、あの人たちは。好きなわけじゃないじゃん。うちらはさ、甘いも好きで来てるけど、私たちは多分甘いも好きじゃないじゃん、男の人って大体さ、うん、だって前さ、サーティワンのやつやってたの。超辛そうだったね。うん、なんか藤屋もやってたし。あ、もう居酒屋抜けたんだ。もうないもんね、居酒屋は。ほとんど甘いものの方がきついんじゃないかな。ボウリングとかもやり始めちゃったからね、なんかピンのやつね。ええ、なんか何ピンを倒さなきゃ帰れないみたいな。あ、そうなんだ、面白いね、それね。7番ピンと10番ピン、そう、難しいやつ。オレンジ嬉しいんだけど、食べな。いいよ、オレンジ。やばい、寒なんできた。寒いでしょ、やっぱり。フルーツの方にしていいよ。いいよ、いいよ、いいよ。おじゃいいよ、いいよ。あの、そういうことはやいるよね、こういうノーコメント、ノーコメント。事故に巻き込まれちゃう。マジすごいね。もう本当、思いのほかお腹すごい暴れてる今。今トイレ行けるって言ったら行けるもん。でも、スプーン置いちゃってるからね。休憩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 、まあ、まだまだ、後半戦。千葉のギャルソンがいるから。そうだね、千葉のギャルソン。何がおかわりできるかなとかやって冗談じゃない、もう本当にバカじゃないの。何分か前の発言後悔。いけるんじゃないとか。もう俺マジ苦しいね、急に来る。わかりやすかったね。違うよ、スプーンを置くとダメなの。食べ続ければ平気だよ。トゥインティー何に集中できるの。でもね、見ちゃうときつい、中を。アイスがすごい見えんだけど。全然残ってるからね。全然減ってないの。やばいね。でも、うちらのとこ、下相当掘ってるからね。ね、ここにさ、チョコソースとかさ、他のソースだから、周りはね、減ってるんだけど、中が残ってるの。ど真ん中がね、ちょっと他のソースかけてほしい。味を変えてほしい。抹茶は入ってないの。抹茶ね、一番最初にあった。うまいそう。だって4つのやつ食ってたじゃん。あ、食った。砂糖、じゃあ置いといて、それ。小田原城ってさ、やったよね、中途で。やったやった。懐かしい。ヒロ、じゃあちょっと、日付。2009年12月27日。8日。1時13分 in 名古屋城行っちゃいましょう。あれ、いつものセリフは待ってろ名古屋城。 OK、 じゃあリハーサル終わり。本番。あれ撮ってなかった。じゃあマリナとか言って。本番。いくらだけ300円ぐらい。入場券売り場。ハロマスがもうお正月モードになった。2年間パスポートだ。そう、初めて聞いた。まだ残ってた。まだアホピピ。やばいです、名古屋城。ずっと来たかった。嬉しいね。どこ名古屋城。あれ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 、ほらあの緑だ。あ、こっちか。あ、ガチャオコだ。え、本物。まさか、本物あれでしょ。違う、なんかあの、あっちさ、新しくしたとかじゃなくて。